こんにちは、森津久です。今日はブリューの紹介なんですけど、昔ね、僕ブリュー紹介したことあるんですね。文字起こしができるね、アプリケーションで、今はプレミアプロ標準で文字起こしできるんですけど、その前はできなかったので、めっちゃ革命的なアプリケーションとして、みんな使ってたと思います。で、今、久しぶりにそのブリュー見たら、めちゃくちゃね、機能がね、アップデートしてたので、それを紹介していきたいと思います。で、一番驚いたのがテキストからビデオを変換して作ってくれるっていうものですね。もうテキスト打ち込むだけで、もう勝手に画像とか映像を差し込んで動画にしてくれる。なおかつ AI 音声も入れるとか、そういうのもできるんですよね。とりあえずね、めちゃくちゃ進化してます。なんか前はその動画編集の文字起こし、プレミアプロのサポートって感じだったんですけど、個人的に。まあ今はもうこれだけでね、動画が作れるっていうもう革命的なアプリケーションになってました。びっくりしました。まあこの後に使い方説明しますので、皆さんもね、一緒に良ければやってください。無料でね、使えますんで。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。はい、これがブリューのウェブサイトになっています。まあ、こんな感じでね、ちょっとバージョンアップしてますね。まあ、こういうやつもプレミアプロのね、今標準である文字を消したら動画もカットできるみたいな機能ね、ブリューもちゃんと入ってますね。すごいですね。で、このウェブ上でも体験するで、この文字起こし機能を使えるんですけど、このダウンロードっていうのを押してください。ダウンロードするとテキストからビデオの機能とかが使えるようになります。まあ、ダウンロードしてログインしたらこんな感じになっています。まあ今月の利用分ってね、無料のプランだったらこれぐらい使えますとか、はい、いうのがね、ここに載ってます。じゃあ早速テキストから動画作ってみましょうか。まずファイルを押します。で、左上の新規で作成を押します。そうするとこんな感じでね、いろいろ選べるんですけど、まあ、テンプレートでショートとか PDF から動画とか、こういうのもあるんで、ぜひね、お試しください。で、今回はこのテキストからビデオを作成をクリックします。で、動画の台本を入力してくださいっていうね。で、この点々で BGM を自動挿入、AI 音声、画像自動生成とか、こういうね、自分でスタイルを選ぶことができます。で、今回チャット GPT で動画編集と AI の未来っていうものを台本作ってもらったので、これでね、はい、入れていきます。はい、もうコピペですね。まあ、こういうオープニングシーンとかこういうのはいらないと思うんですけど、これでできるか一回やってみますね。これで、動画比率は今回 YouTube の16対9でいこうと思います。で、次へ。台本読み上げる声優を選択してください。今回は日本ですね。で、声優がめちゃくちゃいます。で、これマウスを持っていって、このヘッドホンマイクを押すと、簡単で便利な動画編集、ブルーと一緒ならできます。まあ、こんな感じで、はい、いろいろね、声がありますね。サンプル聞きながら選ぶことができます。で、フリーって書いてるのしか多分使えないのかな。簡単で便利な動画編集、ブルー。簡単で便利な動画編集。簡単で便利な動画編集。簡単で便利な動画編集、ブルーと一緒ならできます。簡単で便利な動画編集。はい、じゃあ、今回はこのリンを選択して確認をします。そうすると、はい、あとは待つだけらしいです。どうなることかね、楽しみですね。はい、動画の変換が完了しました。ちょっと見ていきましょうか。こんな感じでできてます。はい、再生。オープニングシーン、映像未来的な都市風景、進化する AI のアイコンが浮かび上がる。ナレーター音声オーバー動画編集と AI の未来。はい、ちょっと待って。まあ、あれですね。これ、いらないですね。まあ、いらないけど、ちゃんとこれ通りの映像が入ってる気がします。はい。まあ、なので、ここは音声だけ消すか、もうなしで言ってもいいかなって思います。まあ、音声消してみますか。音声っていうかね、この挿入のインサートですね。消すとどうなるか。オープニングシーン、映像未来的な都市風景、進化。ナレーションも消さないといけない。まあちょっとね、台本これ微妙だったので、もう一回いきます。はい、修正しました。一旦ね、映像はガラッと変わってる気がしますが、再生していきたいと思います。かつては、映像編集は手作業で行われ、多大な時間と労力が必要でした。しかし、AI 技術の急速な進化により、その状況は一変しています。AI は、映像データの自動解析や顔検出、音声認識などの機能を提供することで、編集プロセスを効率化しています。AI が登場することで、より短時間で膨大な映像素材を整理、編集することが可能になります。これにより、クリエイターはより多くの時間を創造的な表現に捧げることができるのです。
AI はまた、映像に効果を追加したり、CG キャラクターを作成するなど、新たなクリエイティブな可能性を提供します。AI は視聴者の反応を分析し、感情や興味を把握することもできます。これにより、よりターゲットに合ったコンテンツ制作が可能になります。AI は音楽の自動生成や音声合成にも活用され、映像により感情豊かな音楽を付与することができます。未来の動画制作では、AI がクリエイターの創造性をサポートし、効率的かつ魅力的なコンテンツが生み出されるでしょう。動画編集と AI の未来は明るく、新たな可能性に満ちています。クリエイターたちはより魅力的で感動的なコンテンツを創造するために、AI の力を活用していくでしょう。はい、こんな感じでね、動画できました。めちゃくちゃすごいですね。まさにこの動画のことをね、解説してるようなものになっちゃったんですけど、まあ、ちょっと思ったのが、文字のデザインとかはね、ここで修正できるんですけど、この縦動画がね、入ってて、この黒があるじゃないですか。こういうのはちょっと目立っちゃいますよね。まあ、なので指定できるのかなってちょっと思いましたね。その、縦動画使わずにとか、まあ、それができたらね、いいですね。まあ、あと BGM とかも入ってるし、まあ、この BGM も消すことができるんですね。音量も上げたりできるので、ここだけ消してプレミアプロで BGM 入れたりとか、そういうね、一手間いるかなとは思います。まあ、ちなみにこれ、書き出し形式、エクスポート、右上ね、押すと、こんな感じで、まあ、ダヴィンチとかプレミアとかで書き出すことができます。まあ、せっかくなんでプレミアで書き出してみましょうか。と思ったんですが、AI 音声が含まれているプロジェクトは XML エクスポートを支援しませんと出ました。まあなのでこういう AI 音声があったら、まあ直接ね動画として書き出さないといけないっぽいですね。まあただテキストファイルとか音声ファイル、動画ファイルの書き出しができるので、これそれぞれ別に書き出してプレミアに取り込んだら、まあいい感じに編集はできそうだなっていうイメージはありますね。ちょっと試しにショート動画も一個作ってみましょうか。はい、じゃあ美味しいチャーハンの作り方ですね、これはまあ教育でいいのかな。はい、教育で、ショート動画にします。で AI で作文しましょうか。ちょっと楽しみですね。まあ、チャット GPT とあんまり変わんないかなって個人的には思ってます。はい、できました。498文字書いてくれましたね。すごい。じゃあこれで次いきます。じゃあちょっと、男性のね、声優にしましょうか。でスタート。はい、できました。美味しいチャーハンの作り方、ちょっと見ていきましょうか。では、再生。美味しいチャーハンの作り方。チャーハンは、簡単でありながら美味しい日本の料理です。ちょっと待って。これ日本料理なの？ちょっと。日本料理じゃなくない？これ、置き換える。ちょっとね、まあ、再生しましょうか。日本の料理です。以下は、美味しいチャーハン。これチャーハンじゃないよね。ピザですよね、めちゃくちゃ。まず、必要な材料を準備しましょう。ご飯、卵、人参、玉ねぎ、ネギ、豚肉。これでもご飯だけでこの映像が来てるんでしょうね。塩、胡椒が必要です。はい、はい。ちょっとチャーハンもいいかな。チャーハンのデータがないのかな。これちゃ、もうちょっと突っ込みどころしかないんですけど、はい。というわけで、まだね、完全なものじゃないというか、まあ、まだね、出始めたばかりなので、っていうね、言い訳ですかね。はい。多分、料理とかがちょっとまだ得意じゃないっていう学習かもしれないですね。まあ、さっきの動画編集 AI とかには、まあ、ぴったりな感じの、画像とか動画ばっかりだったので、まあ、向いてるジャンルだったら結構使えるんじゃないかなって思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、もういろいろ今できちゃいますね。本当にもうブリューだけで動画作れるし、まあ、ショート動画とか、YouTube サイズ、Instagram サイズとかも自由に選んで作ることができたので、めちゃくちゃ便利になりましたよね。ただ、無料版では1ヶ月に変換できる AI の音声量とかそういうのがね、ちょっとありますので、これ見てください。こんな感じです。まあ、無料版だったらここまでできますよっていう感じで、まあ、ちょっと課金したら、まあ、もっといっぱいね、使えますって感じなので、ちょっとね、課金する必要があるんですけど、そこら辺はご注意ください。それでは今後はね、AI かける動画みたいなね、YouTube 動画もアップしていきたいなと思ってますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。